皆様こんばんは、ごぼうです。今日も動画を見てくださりありがとうございました。今日演奏した、雨降りお月さん、この曲は1925年に最初に発表された時、雨降りお月で発表され、その後に雨降りお月さんとして変更されました。その後に雲の影というのが発表されました。2曲とも作詞が野口雨情さん、作曲が中山新平さんということであり、構造はとても似ているものでしたが別の曲でした。しかし昭和に入ってから雨降りお月さんと雲の影を合わせて雨降りお月となっているそうです。現代の考え方では疑問点が大変多い歌詞です。例えば、傘か馬か、一人で傘を差していくのが優先事項のようで、まあ、傘がないなら馬に乗って濡れていくっていうのが書いてありますよね、歌詞に。当時の傘は大変高級なもので、嫁入りで使うようなセレブな傘だと約2万円するほどという記事がありました。現代は傘は100円でも買えますから、現代としても2万円はかなり高級傘ですよね。そして馬に乗るというのは当時の通常の移動方法ですので、まあ、現代でいうとバス移動ぐらいの感覚なのかもしれません。傘という高級品は持ってないから、馬に乗って濡れてでもいいから行こうという感覚なのでしょうか。そして当時は嫁入りの荷物を馬につけ行列を組んでいくというのが通常でした。ですがこの歌は一人で傘を差していく、鈴つけた大馬に塗られて濡れていくと歌詞があります。なんで一人で行くんでしょうか。荷物はないのかなという疑問が生まれてきます。そして遠くのお家にお嫁に行くのかもしれません。また馬を引いてくれる人が手綱の下からちょいっと見たようですが、お嫁さんは袖で顔を隠しているという歌詞があります。なんで顔を隠しているのか、雨に濡れたから、お化粧が落ちているから見られたくないのでしょうか、または、恥ずかしいのか、顔を見られるのが恥ずかしい、泣いているのかな。で今でこそ結婚はお互いの了承を得て結婚するハッピーなものなことが多いですが、当時では親に言われて会ったこともない人の家に入るというのが通常でした。親の都合だったり家族のためだったり、まあ、個人の意思とは無関係なものでしたから、当事者としては泣くこともあったのではないでしょうか。ですがこの歌詞、実はモデルがいまして、2つの説が浮かび上がってきました。1つは雨情さんの妻ひろさんであったという説。雨情さんの妻ひろさんが嫁入りする日はあいにくの雨で、2日かけて馬に乗って嫁いできたそうです。ずぶ濡れの花嫁の綿帽子を雨情が外した瞬間が2人の初めての出会いでした。雨の中、遠くからやっとのことで来てくれた花嫁をねぎらう気持ちでこの歌詞ができたそうです。まあ、もう一つの説は亡くなったお嬢様への思いという説です。まあ、歌詞にあるように不思議なところがありますが、嫁入りなのに荷物も持たずに一人で行こうとしていたり、歌の場面が夜中だったり顔を見せられなかったり、野口雨情さんには幼くして亡くした娘さんがおりました。その思いは同様シャボン玉の歌詞にも入っていると言われています。この歌は亡くなったお嬢さんが嫁入りする時のことを想像して作ったのではないか。そうすると夜で一人で顔を隠すというのにも合点がいきますよね。またシャンシャラシャンシャンと馬に鈴をつけて供養されるように願っていたのかもしれません。夜明けが近いので急がなければというのも、夜が明ける前に天国に到着して供養されますようにという気持ちだったのかもしれません。後のこじつけかもしれませんが、この2つの説がある
るそうです。そんな雨降れお月さんいかがでしたでしょうか。またチャンネル登録、コメント、いいねお待ちしております。それではまたお会いしましょう。